さあ、愛子ちゃん、ここはどこですか？はい、ここは菰野町にありますパラミタミュージアムという美術館に来ております。あら、なんかね、美術館というふうに聞くとね、なんか自分自身のこう魂の価値を深めていく、そんな感じがしますよね。いや、いいこと言いますね。いやいや、もうまさにね、あのパラミタミュージアムってそんな感じで、こう入ると異空間に入るような感じで、時間を忘れてゆっくりとした時間を過ごせますので、早速いいですね、行きましょう、はい、行きましょう。見ていきましょうか。行きましょう。はい、いっぱいありますね。ねえ、いきなりマグカップ、いきなりコーヒーワン、コーヒーワン、はい、マグカップマグカップじゃないですね。あの出だしなのでスルーしようと思ったら無理でした。しっかりとした由来があるのですね。本当ですね。菊の門が、ああ本当ですね。一度はこんなコーヒーカップで飲んでみたいですね。エスプレッソくらいの、あ、そんな感じですね。そんな感じですね、はい、具体的なワードを出しますねこちらとかすごいですね。全部金だけど、一つ一つ個性あって全然違いますね。こう上品さを出すにはどうしたらいいのかとか、結構ありますよね、金を使う場合って。愛子ちゃん、普段上品さを出すときに気をつけてることありますか？気をつけてることですか？上品さを出すとき、はい、言葉遣い、言葉遣いちょっと試しにやっていただいて。試しにですか？こちらが、はい、金箔入りの、金箔入り一瞬でダメでしたね、はい、次行きましょう、はい、うわ、この辺めっちゃいいですね。それこそ着物とかで飲んだら斬新ですよね。そうですね、こういう小物が1個あるだけで、うん、もう生活のこの何でしょう、質すごく上がる気がしますね。ちょっと他のいわゆる美術館コレクションとは違うのはですね、プロダクト生産なんですよね。だから職人、陶芸家が手作りで作ってきたっていうものではない。ただプロデューサーとしての中山康夫さんがこうデザインしてですね、技術も開発して非常にこうレベルの高いものを作り出したということで、うちもコレクションしたんですけれどもね。般若心経、般若心経です、はい、お寺ヨガってしたことがありまして。あ、はいはいはい、はい、ありますね、はい、その時に般若心経を読んで、でヨガをするっていう、ちょっと沈黙になる時間を作るんですよ。でその時間がその宗教であるその仏教と般若心経と、あとヨガっていうものが、あ、意外と精通してると思って。なるほど、結構ね、心身ともに浄化されました、はい、私これ一番最初この部屋に入った時、グランドキャニオンのイメージがすごくあって、はい、そういう作品がいっぱいだなと思った中に、般若心経いっぱい書いてあるみたいな。なるほど、はい、ゴールドラッシュと般若心経のコラボぐらいの最初見た時か、ね、分からなくはないですよ。あ、本当ですか？分からなくはないです池田のね、若い頃30ぐらいまではそれこそね、殴り書きに近いような勢いのある絵だったんですよ。子供が描いたようなというかね、それがやっぱり世界的に版画として評価されてる。でその後ね、やっぱり綺麗に描くようになっちゃった。ところがやっぱり50代になって、陶芸を始めるんですね。で陶芸を始めたらこういう作品群ができてくる。若い頃のこう奔放さといいますか、それが版画を通じてではなくて、今度は陶芸を通じてね、また戻ったっていいますかね。みんなが期待してた池田というかな。バレとか、どれですか？向こうの顔がいっぱいはまってたりとか、なんだこれはと思って、これは見たことないなと、仏塔シリーズについてる顔って抜き型なんですよ。ですから同じ顔が違った作品の中にあるんですよ。ですから作品巡りながらね、あ、この顔はあそこでも見たなとかですね、探していただくのも楽しみの一つだと思う。
で、もっと言いますとね、これそういうふうに抜き型で作品の一部を作っていくっていうね、この発想ってね、私は版画家だと思う。立体版画ですよね。もうわーっと本当にスピード感のある造形ですけどね、どんだけぐちゃぐちゃに作っても最後にその自分が準備しておいたですね、顔をポンとつけることによって締まってくるって言いますかね。だから顔の抜き型インパンっていうのはね、他の部分の自由さをこう確保するための一つの手段だろうっていう。指でえいやってやったやつをなんかこう作品だっていうふうに言い切れる自信ないですね、きっと。いやすっごいわかりますね。だってこれもベンエイって感じじゃないですか私できるってなりますよね。どういうことですか私もできるって、ね、完成ってまあだいたい1月半から2月以内ぐらいで楽天は変わっていきましてね、年にだいたい6本ぐらいですかね。今回のエッシャー展はですね、実は私は今までのエッシャー展とちょっとね、焦点を、変えてるつもりなんです。と言いますのはね、エッシャーっていうとやっぱり皆さん騙し絵ってすぐ来るじゃないですか。っていうのは実はですね、版画家として非常に高い能力を持ってるんですね。風景がそのただただその見たまま描いてる風景じゃないんですよね。写実的に描かれてはいるけれども、もうエッシャーがこう非常にこう自分の考えでね、整理し、それから組み立てた、そういう風景画なんですよ。非常に面白い、ですから今回はですね、その騙し絵のエッシャーだけではなくて版画家としてのエッシャーですね、こちらをぜひ見ていただきたいという、そういう展覧会にしたいと思ってます。自分がその会場の中で気に入ったもの、それをできるだけ見つけていただいて、その作品をゆっくり見ていただきたいということなんですね。別に何も思わなくてもいいですけれども、それから何でもいいんです。ゆっくりじっくり見ていただくとですね、いろんなものが見えてくる。それは見えてくることによって全体のね、作者の思いといいますか、そういうものが伝わってくる。だからね、結構美術鑑賞っていうのは疲れるんですわだから楽しむためにはちょっとね、見る方もそういう労をいとわずにですね、ゆっくり見ていただけるといいかと思うんです。